美しい国、日本のため第2部であります。今、アメリカがバックで、イスラエルがハマスと戦争して、そのバックにいるイラン、これとアメリカとの武力衝突もですね、起きかねない。イラクの米軍基地をイランの無人戦闘機が攻撃をして犠牲者が出ると。それに対する報復としてですね、イランの本土の基地ではなくて、イランが、まあ、シリアとか、その周辺に持っているイランの軍事基地、これをアメリカが爆撃すると。いうように、このイスラエル・ハマス戦争がどんどんエスカレートして、最終的には、米軍とイラン、革命防衛隊がですね、ぶつかる、今、寸前のところまで来てるわけであります。したがって、これはですね、イスラエルとハマスだけの問題ではなくて、戦争ではなくて、アメリカとイランとの戦争ということに今、これ発展していこうとしているわけですね。まだ結論が出てないんですけれども、今まで第二次大戦が終わってから今日までのアメリカがこの関わった戦争、勝った戦争は一つもないんですね。まあ引き分けというか、勝ったとは言えないというのはありますけれども、勝ったぞと。もうアメリカが勝利したという戦争は何一つないんですね。したがって今度のこのアメリカとイランとのまあ戦争においてもですね、アメリカはこれ実際にイランとイランの本土を含めてイランと米軍が戦うということになると、結局カタールに中東最大の軍事基地があるんですが、こっからですね、戦わなきゃならないということになるんですよ。ところがカタールはですね、イランと、まあ、同盟を結んでるとは言えませんが、同盟関係にあってですね、そして、このカタールの米軍基地っていうのはカタールが許可しないと、戦闘機1台発進できないという、非常に厳しいですね、条件のもとにある米軍基地なんですよ。だから、カタールがダメだと言ったら、戦闘機はイランに向けて飛べないという、こういうようなですね、関係にあるわけであります。したがって、形の上では確かに中東最大の軍事基地がカタールにあるんですが、猫に小判と言いましょうか、いくら強力なこの軍隊があっても、それが動けないということではですね、ないも同然ということ。そういう意味ではですね、イランは米軍に対して圧倒的な有利な立場にあるわけなんですね。で、イスラエルは何としてもこのイランの軍事基地を破壊したいと。そしてアメリカも何らかのこの理由で、つまりイスラエルのイラン攻撃を正当化して、アメリカ軍もこれに参戦するという、まあ一つの、まあアメリカの軍産複合体というんですが、そういう一つの理想ですかね、あるいはまあ計画ですかね、あるんですが、どうしてもですね、実行できない。そして実行しようとすると動きが取れないというようなことでですね、なかなかこの現在のアメリカの軍事力というもの、大きな力を持っていてもですね、その力が発揮できない。そういうその力を発揮する条件が揃わないというようなことがあって、世界最強の米軍、これにですね、足かせをはめられてしまっていると。そういうことを百も承知で読んでるのがロシアであり、中国なんですね。そしてロシア、中国、で、最近ではですね、グローバルサウスと言いまして、反米、非米のグループが、この中国側、あるいはロシア側についてるんですね。で、アメリカの中東の最大の同盟国であるサウジアラビア、これがですね、最近、上海協力機構といってですね、NATO に対抗する北大西洋条約機構、NATO、欧州の安全保障機構ですね。これに対抗するのが上海協力機構なんですよ。そこになんとサウジアラビアが加盟してしまったんですね。そしてイランも加盟する。こうなってくるとですね、国際軍事秩序、この軍事力のバランスというものがですね、今どんどんと崩れつつあるんですね。今までアメリカが世界の警察官ということで世界の安全秩序、これに責任を持っていたわけなんですが、こうなってくるとですね、アメリカの方に、アメリカに対する非米国、それから反米国、これがですね、中国とロシアを中心に一段となってですね、アメリカに攻勢をかけてくるっていうんですから、これちょっと、
アメリカもですね、正面向かって戦えない状況になってきてるわけなんですよ。だからトランプはもうその先の先まで読んでですね、もうアメリカファースト、よその国に一切関わらない。ね、台湾が中国に軍事侵攻されてもアメリカは一切手を出さない。あれは国内問題。台湾は中国の一部だということをアメリカは条約で認めてるじゃないかと。ね、うん、だから中国は台湾に何しようとかにしようと、それは中国の国内問題だと。だからもうアメリカは関与しない。台湾の支援もしない。もうこれはアメリカの立場からすると非常にまあなんか正しいというふうになると思うんですが、アメリカの国民もですね、やがてトランプがそういう態度を取れば、やっぱり非常にリザトイ国民ですから、そんな余計なことをする必要はないと言われればそうだそうだということになって、だんだんとですね、モンロー主義、つまりよその国との関わりには一切関与しない。ね、自分たちは自分のことだけを考えてやるんだ。よそのことはよそに勝手にしてもらいましょう。いちいちアメリカがこうしろああしろという必要はないというふうにですね、アメリカのこの体制、国民の考え方、オピニオンというものがですね、だんだんアメリカ中心的になりつつあるんですよ。これに火をつけたのがトランプなんです。だから今度の選挙でトランプが当選したらですね、それに火がついたようにですね、アメリカは孤立を求めていくんです。モンロー主義ですよ。ね。孤立化していく。そうするとですね、今世界30カ所ぐらい、まあ日本に最大の米軍基地があるんですが、これも全部撤退と。日本は撤退されて困るならば、トランプは安倍さんに言ったように、米軍の今現在日本に30カ所、5、60カ所米軍基地があって、その最大の基地が沖縄なんですが、この米軍をですね、日本の雇い兵として雇ってくんないか、買ってくんないかとこう言われてるわけなんですよ。そうするとこれ高いものにつくと思いますね。今5000億か6000億ぐらい思いやり予算というんで、思いやり予算っていうのは日米安全保障条約に不帰っていうのが不帰、それに付随したその契約条項があるんですよ。そこで、その米軍に対して支援をしなきゃいけないということはどこにも書いてないんですよ。ね、うん、何のそういうですね、日本は義務を負ってないんですよ。にもかかわらず米軍に何千億という支援をする。だから思いやり予算という名前がついてるんですよ。ね、トランプ大統領はもう思いやり予算じゃなくて全部の費用を払ってくれと。その代わりもう日本の雇い兵として。ね、雇われ兵、アメリカからすると雇われ兵として、日本の安全を守りますよと。ね、その代わり雇ってくださいよというのがトランプの提案なんですよ。で、安倍首相にもその提案があったんですが、あまりにも金額が大きいんで、まあ交渉もできなかったようなんですが、もう嫌なら全部撤退しますからと。米軍が日本からですね、全部撤退する。トランプ大統領は喜んで撤退するでしょうね。よその国の責任は負いたくないんですよ。ね。大統領として責任を負うのは自分の国だけ。うん。よその国はよその国の責任で、処理してください。私は関係ありません。というのがこれ基本姿勢なんですよ。それでもなお、なんとか、この日本の安全守ってくれ。だったら雇ってくださいよと。だったら安全守ってあげますよって。これもまあなんか、理の通った話なんですが、こういうような状況になってきたっていうのはアメリカが、もう切羽詰まってるっていう、余裕がなくなってるっていう何よりの証拠ですよ。ね。だからそういうことも我々よく考えておかないと、もうアメリカにおんぶに抱っこの時代は終わって、アメリカ、日米安全保障条約が日本の安全の要だなんていうのはもうなんていうか空論ですよ。ね。そういうこともしっかりこの把握して、これから先のですね、日本の生き方ということを決めないと。何でもかんでもアメリカ追従。ね。生命財産まで、アメリカにお預けという、まさに、アメリカの、に対、アメリカの従属ですよ。属国ですよ。アメリカの属国からですね、好むと好まざるに関わらず、アメリカの方が、日本を蹴っ飛ばして、国へ帰っていくんですから。ね。うん。これはアメリカの自由ですよ。アメリカが日本に留まら、米軍が日本に駐留しなきゃいけないという理由は何もないですから、日米安全保障条約というのはよく読んで何を意味してるかというと、対日占領条約ですよ。ね、日本が安全なのはアメリカに占領されてるから安全なんですよ、ね。日米安全保障条約の一番重要なことは、日本の行政管区内の軍事行動の自由、これを米軍に保障してるんですよ。これが日米安全保障条約です。他国に、
自分の国の軍事行動の自由を保障するということはどういうことかって言ったら、他国に占領されるっていうことなんですよ。占領されてるっていうことなんですよ。だから占領されてる、占領続けてくださいよってお願いするんですか、それとももう占領しないでくれと、ね、もうここまで占領されたんだからとっとと帰ってくださいと、だからうちは自衛隊を軍隊にして自分の力で日本を守りますからと言うんだったら、アメリカは大喜びですよ。やってごらんなさいよと、ね、今なかなかマスコミその他では語られないけれども、現実はですね、今こういう風になってるっていうことをですね、よく理解しておかないとですね、まずいんじゃないかなと思うわけであります。岸田総理といえばバイデン大統領のポチだという風に言われますが、ポチも結構ですが、ポチポチ先のことを考えていただきたいなと思ってる次第であります。今日はこの辺で終わりといたします。